皆さんこんにちは。 GLP の授業を担当しています数学科教員の落合です。同じく理科の今野です。そもそも GLP って何でしたっけ？GLP はグローバルリーダーズプログラムの頭文字を取ったもので、選抜生徒対象のプログラムとしてスタートしたものです。GLP の生徒には英語力も含め極めて高いレベルの知識、思考力、分析力などを期待していました。今までに教員も生徒もやったことがないことに挑戦して、うまくいったものを学校全体の取り組みにすることが求められていました。例えば言語技術の授業とか、一人一台の生徒へのタブレット貸し出し、映像作成など、今学校内で当たり前のように行われていることは、GLP1 期生の頃に全てやったものでしたよね。GLP2 期の時に作成した新聞は、ジャパンタイムズ主催の英字新聞甲子園で優勝しましたよね。学校の外にも行きましたね。アメリカにも行って、大学の講義や現地高校生との交流も行いました。アメリカで積極的に英語で話しかけて、アンケート調査を行っている生徒たちには、正直驚かされましたよね。アメリカで毎年行われている高校生の国際会議、クリティカルイシューズフォーラムに参加するきっかけができたりもしました。これをきっかけに GLP のメインテーマで核廃絶問題を取り上げるようになりました。海外の記者の方の懇談を全編英語通訳なしで行ったり、講演を聞く機会もたくさんありました。ノーベル平和賞を受賞した ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーンのベアトリス・フィン事務局長の講演会に GLP 生全員で参加した際には、一緒に記念撮影もしていただきました。あと GLP4 期生くらいからは、 GLP で学んだ内容を中学1年生に教える出前授業などもスタートしました。今の高校3年生の中にはその当時の授業を覚えていて、高校に入ったら GLP に参加して核廃絶問題のことを学ぼうと決めて、現在 GLP に参加している生徒もいます。出前授業などを行う中で、ゲームを通して核廃絶の理解を深めるのが効果的だという実感を得るようになっていきました。その効果を検証したものを昨年度の高校生フォーラムで発表し、生徒投票賞も受賞しました。核廃絶に向けての自分たちには何ができるかっていう学びのその先、自分たちにはどういうことができて、その上でじゃあどう発信していけばいいのか、どういうものだとみんなが分かりやすいのかっていうのを、いろいろな先生や友人と話し合いながらたくさん深めてきて、その上で実際に広島に行って、平和記念館だったり、いろんな資料館だったりを見させていただいて、実際に聞いたり見たりすることで、自分たちの核への知識を深めてきます。核兵器ってすごく大きな課題すぎて、自分とは無縁というか、そこにこう躊躇することなく、自分から疑問を作ったりとか、自分からこう学びに行く姿勢っていうのを学んだというか、自分の中でも変わったことだなと思います。私も含め、ここまで教員が本気で生徒と議論するような場はなかなかないと思います。 GLP で生徒と学ぶ時間は本当に楽しく、これからも GLP を通して大成長した学園生が世界に羽ばたいていくことを期待しています。そうですね、第8教員も生徒と一緒に成長していきましょう。ありがとうございました。現在は映像編集の仕事をしています。映像を通して社会を少しでも明るくできるようなエディターになっていきます。私の代の GLP では核兵器、核廃絶を詳しく勉強しました。核兵器が使われる国際関係のその動きとか、あと軍縮に興味を持ったので、創価大学ではその関連したゼミを選択しました。 GLP で探求した安全保障をテーマに、来年の G7 に提言を行う大学連合に慶応義塾大学の代表として参加しております。現在は AI の研究をしており、夏からはアメリカのジョージア国家大学で AI の研究をしています。将来は人間と人工知能が共生できる国際社会システムの実現に貢献します。